360チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ザ・ランページフロムエグザイルです。はい、ということで皆さん、今日はですね、集まった理由を言いますと、29日はザ・ランページとオアシスさんとの、忘年会の生放送番組です。ということで、今回はその放送用の特別コンテンツということで、当日もこのように360度の動画で配信という感じになりますので、皆さんちょっとあの見てください。あの360度映ってる状態なので、一切気が抜けないというね。もちろんランページ初めてですね、皆さん。はい。はい。翔平さんも全部映ってるから。ここも映ってるんですか、これ。そうそう、横も映ってる。そうなんですよ。これユーザーの皆さんが、こう横にグリグリすると、好きなメンバーを見れる。そうそう。うわ、気が抜けない。どういう絵になるか、そのその人が決めれる。すげえ。じゃあ、ずっとたっくんだけを見れるってことだね。独り占め。いじかないわ、あんまないね。ということで、今回、まあ、その番組の中でですね、この16人をちょっと2つのチームに分けまして、はい、力也さんチームと、ジンチームに分けてきましたので、ぜひとも力也さんチームに。やれやれやれやめやな。これじゃないですか、これ決まってないですか。いや、決まってない、決まってない。違う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 。まだ安心できない。これでこれでいい、これでこれで。クソじゃない。はい、決めるよ。まずは、はい、チームリキヤから。おーい、合格発表みたいになってない。もう待って、来ちゃう。お願いします。では、チームリキヤ1人目、はい、吉野北斗。おーい、おめでとう。おめでとう。おめでとう。続きまして、与那嶺瑠衣。おー、ありがとう。ありがとう。頑張れよ。あ、違う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 。どんどん行く。続きまして、藤原一子。おお、ありがとう。続きまして、龍。おお、待って、これでも、これないぞ、これ。いや、でもよく見て、今んとこあんま喋れないな。あと3人。次はですね、岩谷翔吾。お
ツイスターってことですか皆さん。あ、これだ。赤とか。これだ。はいはい。右足赤とか。結構危ないですね。結構危ないやつ。ツイスター対決とかと、まあこれはあるかどうかわかんないですけど、妄想シチュエーション対決みたいな。まああのね、オアシスさんをおもてなしするという意味で、そういった企画もあるかもしれないんで、もう皆さんあのそれぞれね、どうかあの経験あると思うので。はい、他にもですね、はい、さらに見ている視聴者にもご参加していただける内容も入ってますので、はい、それも楽しみにしてください。僕ら結構初のこういう取り組みというか番組なので、精一杯盛り上げて29日、大忘年会を普通にしっかりと楽しみたいと思います。忘年会はね、ということで29日の夜は360チャンネルの生放送でお会いしましょう。はい、以上ザ・ベンチ